皆さんどうも T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回クリアしたこの神々のザス国ですかね、最終ステージ、クリアランクを S にしてきました。で、S ランク報酬のおぼろの漆なぎなたの、これ新書でいいのかな、の方もアイテムの方も手に入れてきました。で、今回からですね、新たなヒストリーモード、こちらですね、氷の村、こちらの方をやっていこうかなと思います。私たちはね、ガロンさんの命令で氷の部族の反乱を平定しに来たんだよ。リズ、静かに。なんで？平定って反乱やめてくださいって頼むことじゃないの？リズ、違うんだ。平定というのはそんなに簡単なものじゃ。そうだったか。よくわかった。お前たちは俺たちを騙してこの村に入り込むのが狙いだったのだな。違います。私たちはそんなつもりでは。とぼけるな。アンヤ王国のやり方は分かっている。そっちがそう来るのであれば俺たちも相応の処置を取らせてもらう。カムイ姉さん、僕たちも戦闘の準備をしよう。さて、敵増援出現ですね。氷の部族をアンヤ王国などに渡しはせん。さあ行きましょうかね。何やらちょっと複雑な事情があるみたいですけど。さて、そうですね、まずは、こっちからかな。もう見た感じ結構、多分また増援ですかね、来るとは思いますけど、今の時点で60、50っていうのもポロポロ出てますね。そうですね。さて、そうですね、今回はこちらですね、砦制圧戦難易度レベル10、こちらの方やっていこうかなと思います。さあ行きましょうかね。勝利条件が敵砦での制圧およびナバールの撃破ですね。さて、英雄はこっちにいますね、一人。サクラ、そうですね、見た感じもサクラだけかな。あとはもうナバールですかね。全体的に斧、剣、あと弓ですかね、槍以外ですかね、槍とか魔導士系は出てこないみたいですね。さてと、誰か一人はちょっと守っといてもらいたいので。そうですね、今回多分これゼロの、ヒストリーモードだと思うので、ただゼロは微妙に大丈夫かな。そうですね、難易度もレベル10なんでね。で、一番最初なので、今回、このヒストリーモード多分主人公的な、存在であるゼロですかね、を使っていこうかなと思います。よろしいですか。よし、行きましょう。さて、さあ行きますかね。さあ、ゼロを喜ばせてくれるやつはいるんですかね。レベル10なんでね、3速があんま関係ないと思うんですよね、最初のうちは。弓兵とかはね、そこまで3速とかっていうようなのはないんでね。飛行特攻とかですかね。もともと武器についてる特攻が飛行特攻なので、敵がね、ペガサスナイトとか、ドラゴンナイト系だったら、バンバン撃落としてくれるんですけどね。さて、そうですね、拠点、リズも、操作はできるんでね、危なそうであればちょっと操作して、味方指揮官と砦ですかね、守ってもらいましょうかね。 OK。 さて、向こうの拠点も潰しておきますかね。部長もやっぱちょいちょい来てますね。ちょっと片付けましょうかね、先に。
で、ゼロが降りてきてるので、ごめん、とあらば、ゼロをちょっとで制圧してもらいましょうかね。結構なんかおぼろが上がってますね。強化兵直して、さて結構この近場ですかね、武将がいるんでどんどん倒していきましょうかね。違うか、さてお風呂の方も結構、まあ、苦戦とまではいかないでしょうけど、まあ、倒しておきますかね。でそのままこっちの方も潰しておきますかね。あ、今度はゼロのところの方が結構武将が溜まってきてますね。ただもうこっちももう心当たりですかね、もう全部拠点とかも制圧しておきますかね。お、買い物したかな。お前の強さを見せてみろ。ミッション開始です。さあ行きますか。ただやっぱり撃破が全然足りてないですね。逆にやっぱり難易度が低いんでね、あの敵ですかね、すごい倒しやすい反面、あの撃破数をちょっと稼ぎにくいんですよね。それなのでちょっと敵の撃破ですかね、ちょっと撃破数を稼いでいきますかね。お、サクラがいる。行きます。ミッション開始です。さて倒しますかね、じゃあ。そうか、相手の英雄もいたんですよね、そういえばさくら。全然姿が見えないんで、すっかり忘れてました、ね。さて、撃破数は、あー、まだまだですね、あとまあ、650とかぐらいかな。私の方が上だったみたいだね。さてどんどんちょっと倒してもらいましょうかね。なんだ、ごめん、とあらば。そんな、ゼロ発見したのであればゼロで倒しましょうかね。お、これは増援は呼ばれたのかな、まあ、大丈夫っぽいですね。なんて強さだ。さて他と稼げそうなところはあったかな。ミッション成功です。 あと400ぐらいか。そうですね、ちょっと何、なんだ、微妙にちょっとどこで稼がそうかなっていうちょっと迷うとこですね。あれ、拠点あ潰されてないんだ、まあ、ほぼ一撃ですからね。さてちょっとまあどっかにいないかな。だいぶもう数が少なくなってきてるんで、あ、でもまああと、まあ、これだけ倒せばもう大丈夫でしょう。よし、オッケーオッケー、もう超えたんでもう行きましょうかね。何？さてちょっとリンに奪われる前に倒しに行きましょうかね。さて逃がさないとあんたは
どんな声で泣いてくれるんだ。まあこれでいけるでしょうね。いいことしようぜ。 OK、 これでクリアですね。まあ一番最初なんで、まあそこまで難しくはなかったですね。俺の体はまだ刺激を求めてるんだがな。はい、ということで戦績の方は S ですね。で S ランク報酬鉄色の魔導書で、バトル報酬がゼロの眼帯ということですね。この鉄色の魔導書には何かついてるのかな。さすがに疲れたぜ。明日は、ね、あ、別にそういうわけでもないですね。さて素材も手に入って、お、敵増援出現。味方の増援も、援軍か、味方援軍も出現と。血が騒いでいる。守るべき者たちの身が危ないと。ならばほとばしる闇の本流をまといし剣で勝利という名の輝きを俺たちが見せてやる。はあ、勝手に一括りにするな。俺は一人でも奴らを天国に行かせてやれる。あ、何です。さて、そうですね、味方ウードが出てきましたね。まあ結構増えましたね。それなので、あー、でもこっちはまだいけれないみたいですね。ほうほうほう、となると、まあ次いけるのであればこっちの18かな。まあ時間内に多くの敵を倒す難易度レベル18で、出撃制限の方が弓装備ということですね。それなので、まあ次回こちらの方をやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。